こんにちは、ナオキです。今日もね、ロサンゼルス空港に来ておりました。日本に帰るのは3年ぶりなんだよね。かなりその日本に入るには制限ね、他の国に比べてきつかったからね。すっげえ人だな。道すっごい混んでたからね。全日空すげえ混んでんじゃん。しかしながら私はあのビジネスクラスではないんだけど、ビジネスクラスで入れるのを持ってるので、ビジネスクラスの入り口の方から入ろう。なんかすげえよ、全日空の思った以上に日本行きがすごいことになってるね。あれだな、エコノミーエリアからこう入るのはちょっととんでもないことになってるんで、違う航空のところを会社をこうやってこっちの方からビジネス通路を使おう。ビジネスクラスの方。よし、一気にショートカットだぜ。時間短縮。先日さ、動画撮ったけどもさ、まあ昔みたいにね、お客さんじゃない人が座れないようになってるって話をしたけど、もうあれだね、全部柵、営業時間が終わる柵もやって入れないようにしてるね。早朝到着だからね、今5時何分なのかな、まだ6時になってない朝。ただ両替が6時くらいからかな。でそこからいろいろ Wi-Fi とかがもう6時で、羽田の3階だったから、ね、借りないといけないので私はいろいろ到着してからちょろちょろって行って、あとは盛岡かな。羽田到着するとこんな感じになります。羽田のシャワールームが一時閉鎖になってる。この外貨全部日本円に変えてやら。知らなかった。羽田の出口ですぐね、出て右側のところで上限30万円なんだね、1人。だからこれが30万円と残った外貨、どっかで買える。結構なお金になったね。30万になったね、まずね。昔までね、日本のね、アメリカの日系スーパーでレモンスカッシュとか取り扱ってた時あったんだけどね、なんか最近ここ数年見ないね。もしかしたらどっかであるかもしれないけど。あとネクターもある時あったんだけど、ちょっとこれを飲みたいよね、日本に来たからね、久しぶりにね。飲もう。もうさ、日本でさ日本じゃねえ、アメリカでさ、日本のジュース飲もうとすると2ドル50とかさ、ひどい場合だとさ2ドル90とかさ、舐めてんのかって値段だから、140円1ドルで飲めちゃうよ。美味しい、美味しい。日本にね、到着して初めて飲んだのは富士屋のネクターです。で、あれで、ほらよく私動画でね、ヨーロッパの動画とかアメリカ国内の動画とか撮ってるけど、荷物リュック一つって言ってるじゃない。日本帰る時だけはね、ここずっとばかりにね、まあ、出張の時でも大きいこういうのをカバン使ってんだ。なぜかっていうと、食べ物とかね、お土産ね、結構買うから。あとロストパッケージがないからね。あと乗り換えのその何、荷物が届かないとか、ヨーロッパ間移動する時とか、だから私はもうリュック一つなのね。ヨーロッパの場合だと特にリュック一つっていうのは原則だね。私フォトストップだ、フォトストップじゃねえや、フォトスポットだぜ。飛行機飛んでこねえかな、来ないよな今の時間帯は。で、今東京におりますので、今から早速ね、今いるの東京駅のね、丸の内北口かな、多分。でそっからね、ちょっと盛岡に行ってみようと思います。今の私ね、このサラリーマンの波をね渡る技術はないな。荷物とかもあるからね、ちょっとどうしよう。この人渡ったぞ。ちょっとね、今、いやー、おー、いったよし、私も頑張ってみよう。なんかすごいものですけど、これ初めて。ちょっとこれとこのフルーツティーっていうのを買ってみよう。なんじゃこりゃ、一風堂のラーメンのスープだって。いらねえ。これが新しい500円か。なんかね、偽500円ウォンがね、あったからね。なんか
EU のあの何 EU のお金みたいな。つうかさ、この500円玉、新500円玉何回やっても使えねえじゃん。これだね、私が乗るの茅ヶ崎小町、盛岡駅の電車。よし、グリーン車乗っちゃうぞ。でグランクラスがなんかあれらしいんだよね。あのさ、私あのグランクラスに乗ってもここからお酒が飲めないから、お酒飲み放題でも、まあ、座り心地はいいんだけど、大して変わるのか分かんないけど、なんでグリーン車何千円か、グリーン車プラス7000円くらい足せばね、あのグランクラスに乗れるみたいな。あら、これ飲んだの美味しいわおー、すげーぜ、グリーン車。私はここだね。なんかすげーな、最近のグリーン車は。ホタテの貝柱と小屋いただけますでしょうか。弁当売ってなかったからね、ホタテの貝柱とこのホヤを買ったよ。これでまあ電車の中だからかな、まあ、結構高めな1040円みたいな。まあでもいいでしょう。はい、盛岡に着きました。これね、盛岡ってやっぱりターミナル駅だからね、新幹線が2台続いて、こっちにもさっき切り離したハヤブサがくっついてるね。これが、新青森まで来るかな。さすがにさ、まあ、東京にちょっとだけねいたけれども、ロサンゼルスから盛岡まで来ると、さすがにロサンゼルス寒い寒いっつっても、盛岡の方寒いな。海外に住んでる私が言うことじゃないけども、日本語間違ってるよね。これ実はこれ見られるのだよね。ラヌキ表現いけません。盛岡着くとね、冷麺出てくるね。あ、これ微妙に回ってんのか。あ、でなんか地元って青森県とか書いてるな。リンゴとか売ってるね。でここまでがね、盛岡編っていうか、ちょっと駅前のところも動画撮ってみるけども、あとは盛岡のご飯編みたいなのちょっと作っていこうか。あとはね、盛岡観光編みたいなのもちょっと作っていこうか。これさ、ほらカモメの卵だね。よく動画とかであの東日本大震災の時、あのここの社長が逃げろ逃げろって社員にみんな逃がしたところだね。で、ここがこれが三叉踊りで、これが冷麺だね。でこれが西口ね。で西口になるとね、あのアメリカと同じようにあのなんていうんだろう、自動車使わないといけないから、私わかんねえんだよね、自動車持ってないしさ、うん、ここに住んでるわけじゃ、盛岡に住んでるわけじゃないからね。だからこっち入るのかなごめん、ちょっと駅ビルの中にスターバックスコーヒーあるのね。そういえばスターバックスコーヒーって思い出したけどさ、あの長野県にスターバックスコーヒーがなかった時にさ、あの請願書みたいなのをスターバックスに出した時にさ、なんか北海道と岩手にはスターバックスあるのに長野にないのがひどいとか、確かそういうな、長野だったかな、そういう請願書があって。で盛岡だってさ、あの人口少ないけどね、デイリークイーンとか昔あったりね、あのなんか変なものが盛岡にあるのよ結構。そういえば今あの盛岡変なものがあったりするってお話をしたけども、盛岡はね、東北でね、仙台にものがないんだけども、なぜか東北には地下街があるんだよね。盛岡には地下街があるんだよね。平日のね朝なんだけども、まだ午前中10時くらいなんだけども、なんか11時くらいにはなったのかな。これ有名な福田パンってやつだよね。結構にぎわってんね。なんか結構後ろから見ると人入ってんなーとかって思ったら、これパイロンってあのジャジャ麺のお店だね。でジャジャ麺のお店はね、多分あの本店みたいなところはね、また私違う動画で撮るからね多分。それでね、これがね、よくアニメとか漫画とかでとかね、ドラマとかで盛岡が出た時にあの真っ先に出る盛岡駅みたいな場所だよね。
ちょっとちっちゃい子もいたから。わかった、なんでここ SL があるかっていうと、これ多分夜綺麗になるんだろうな。銀河鉄道の夜だ、宮沢賢治の。あれはあの石川拓木ね。はい、あ、だからなんだ、なんで SL あんのかなって。銀河鉄道の夜だ、宮沢賢治のね。ホテルメトロポリタン、普通にまあ繋がってはいないけども、距離としてはもうこれくらい、30秒くらいかな。で、私がね泊まるのはホテルメトロポリタンじゃなくてね、ニューウィングって多分そこらだと思うんだよな。あ、間違ってなかったね、間違ってなかったね。だから、ホテルメトロポリタン盛岡があそこだから、駅隣ってことだよね。で、なんでここに泊まったかっていうと、あの盛岡にね訪れる方の分かりやすい道順としてはここがいいのかななどと思ったりして。まあもっと分かりやすいのはね、最初からの街中っていうかのこっち側ねに泊まるのが一番いいんだけど、ちょっとあの細かいところもね動画にしようとは思ってたんでね。来ましたよ、ホテルメトロポリタンニュービン。すごい綺麗なんだよねここね、ほらね、すごい綺麗だね。ところで受付ってどこ、あ、後ろかな。これは便利だね、盛岡の観光バスのでんでん虫ってやつのルートが書いてあるので、これをねあの一時停止してもらうなり拡大してもらうなりして、観光バスっていうかはね、多分100円じゃないかな、もしかしたら値上がりしてるかもしれないけどさ、まあそのルートでございます。なんか写真撮ってる人がいた。で、盛岡駅から出て左側、これよくあのね、テレビとかで出てるらしいんだけども、盛岡冷麺とかに食べられるね、あの焼肉屋さんで、盛岡をね、盛岡にちょっと一時何降りて、一時降りてっていうのかよく分かんないけども、それで冷麺食べてからどっか行こうっていうね、例えば青森行こうとか秋田行こうとかね、北海道行こうっていう人たちがよくっていうかね、あのすごく列並ぶのよ、うん、まあね、味はねあの美味しいのでね、やっぱりそれなりに列作ってるっていう。あとあの東京、要するに上がり、要するに東京方面に行く人たちが帰りに食べてくっていうのでも列作ってるって感じの焼肉屋さんだね。今では一般的だけどもさ、焼肉屋に冷麺のみ食べに行くとか、焼肉屋に冷麺があるとかっていうと、へーって言われたんだけども、ね、それからね、何十年とかも経って、それは言われなくなって、普通に焼肉屋さんでも冷麺を置くようになったでしょ。